沖縄県議の安市路上定ゲートは、沖縄県で見られる物事について徹底的に突き詰めて考えず、ほどほどの良い加減に生きていこうという意味の琉球語であり、概念。大概の琉球漢字音で、大体、適当、おおよそ、まずまず、そこそこ、なあなあといったニュアンスを内包する。このような時間感覚を示す用語として、ウチナータイムがある。 泣き人村の今白交差点ここは国道505号線に接する定時路交差点であるが道路標識が国道の逆三角形ではなく県道の六角形になっており定芸ぶりが現れている言葉の本来的な意味のほか、それが展示沖縄人の人生観性格などを指して定芸、定芸主義と言われる文献に曰く細かいことを考えるにはこの島は 暑すぎる、定芸はまさに、定芸としか言いようがないといった具合である。沖縄独特の飲酒として内外から、たびたび批判の矛先に挙げられることがある。決められた時間を守らず、ルールや約束を遵守できない、言動が無責任で、業務も雑で信用できないという否定的なニュアンスで、語られることも多い。文献に挙げられている、定芸の実例としては、路線バスの運行も、 ルーズであり、雨傘を持ち歩くのも面倒がり、待ち合わせ時間は守らない。ローカル線では飛行機の予約さえも信用できない。2006年以前は飲酒運転も多く見られていた。などま挙には糸まがない。しかしながら、細かいことや過ぎたことは気にしない、のんびりしている、規則に縛られない、おおらかで寛容である、などという意味で、 沖縄県の良き文化としてもしばしば語られる言葉である。展示で、定芸には融通が利くといった面もあり、バス代を負けてもらえたりといったこともある。これら定芸の根底には、内縄ナタイムと同様に許し合う精神があるのでは、とする論も見られる。また1975年の沖縄ミニ百科では、島国根性は強いものの、 南国気候と地域の近代化が遅れた点を理由に、のんびりさ加減が目立つのではないかと考察している。一時期はこれら、定芸さがどうにも悪い意味で認知されていたようだが、近年、沖縄のスローライフ的な、ゆったりとした部分に注目が集まり、それに伴い、定芸も再評価されつつあるという。復帰後3年経った昭和50年。 沖縄県警察に派遣された警察庁警備局警備課長の笹敦幸は下記のような経験をしており、当時の沖縄は定芸の文化が職業倫理においても通用していたことが伺える。ありがとうございます。